はい、皆さんこんにちは。1週間ほど前に問屋さんの見本市がありましたので、2020年最初の商品最新情報を皆様にお届けいたします。で、今回も雷魚、ナマズ、怪魚の製品に絞ってお届けしたいと思います。まず一番初めに紹介するのはバレーヒルさんの商品です。昨年工場が辞めてしまって製造が止まっていたアンバサダーリールにつける飛べるパーツですが、これが復活します。で、カラーが青くなっていますけども、これ色が違うだけで性能は全く同じなのでご安心ください。次に紹介するのはスミスさんです。スミスさんからはおなじみのキャタピーに2020年限定カラーがリリースされます。で、今回はクリアベースがメインになっているようです。で、過去のクリア系っていうのは頭だけ色があってボディが透明みたいな、そういうパターンでしたけども、今回は以前にはなかった仕様ですね。そして一番右はカップまで真っ白っていう面白い試みです。で、これはこんな感じで自由に色を塗って皆様でご自由にお楽しみくださいという、そういう感じのカラーになっています。次に紹介するのはネットでおなじみのボギーさんです。で、ボギーさんからは好評の田物絵に5メートルの新サイズが登場します。日本の街中フィールドっていうのは護岸されたコンクリートの足場が高い場所が多くなってきていますので、長い田物絵のリクエストっていうのが多かったので非常に嬉しいですね。他にもロッドの異能シリーズっていうのがあるんですけども、これに 70g まで投げられるパワーロッドのベイトモデルや3ピースのパワーロッドなどの怪魚にも使えそうなものが新登場するようです。次に紹介するのはバリバスさんです。バリバスさんからは過去にもナマズや雷魚、そして怪魚ラインというのが登場していますけども、この怪魚ラインバモスに新サイズが登場します。で、これがすごい太い6号というものになります。以前から雷魚はナマズに使うのに5号よりももっと太いものが欲しいっていう要望があったので、それにメーカーさんが答えてくれたような感じですね。さらに 65m 巻きにすることによって価格を抑えていたっていう、このシリーズに 130m がリリースされます。以前から2号だけは 130m っていうのがあったんですけども、今回のこのリニューアルで3号、4号、5号、そして新製品の6号まで全て 130m 巻きというのが登場することになります。多少高くなってもこの性能のままでたくさん巻いた糸が欲しいという要望を結構受けていましたので、それにまさにメーカーさんが答えてくれたという感じですね。次に紹介するのがフィッシュマンさんです。フィッシュマンさんからはベンダバールの 10.1M という長距離砲やローワーの 8.6L、 そしてグリップがすごい特徴的になったショートロッド、シエラの 3.9UL、 そしてちょっと昨年フライングで紹介してしまったインテ 6.4UL が新作で登場します。さらにアパレルも充実していて、今後キャラクターとして DVD などに登場する予定と言われているロボットをデザインした T シャツやアイヌ文化のデザインを融合したシャツや帽子など魅力的なものがたくさん登場するようです。ちなみにニット帽の緑のサンプルっていうのはこれは限定販売用で、正規品は右の黒い方をベースにして、で、刺繍がこのアイヌ文化のデザインと魚を融合したものになります。次に紹介するのはガンクラフトさんです。ガンクラフトさんからは久しぶりにジョインテッドプロ128が限定で注文することができました。さらに限定とかではなくて通常の注文でソルトカラーもありました。で、このソルトバージョンっていうのはフックが海用になって、で、カラーも派手になっているっていうだけで、基本のベースっていうのは一緒みたいです。ですから淡水用のジョインテッドプロ128がなかなか手に入らないなっていう人はこれを代わりに使ってみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、さらにフックがソルト用になっていて色がかなり派手になっているので、これ怪魚とかに使うっていうふうになるとむしろいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、かなり注目です。さらに
ジョインテッドクローの148の方もなかなか普段注文できなかったりなかなか生産していないという状態なんですけども、これも生産するということで人気カラーを中心に注文してきました。次に紹介するのがピュアフィッシングさんです。でピュアフィッシングさんは昨年の内覧会でいろいろ紹介しましたけども、あれとまあほとんど変わってないっていう状態です。でただですね、前回の内覧会っていうのは撮影を許可されてなかったので、インサート画像で皆様にリールの写真とかをお見せしずに言葉で紹介するという形だったんですけども、今回はですねレボビーズとロケットの写真を撮ることができました。特徴っていうのはこんな感じですね。で他の情報としてはシャンパンカラーの 5500CS ロケットと 5501CS ロケット、そして 6501CS ロケットはなところまで生産の予定がないということでした。でさらにブルーグレーのシリーズの方は次回生産が未定っていう感じなので、ご希望の方はお早めにお買い上げになった方がいいんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこのブルーグレーの方はレンデマルにも在庫があります。ただですね、このシャンパンの5500と 5501CS ロケットの方は今レンデマルにもないです。ただですね、問屋さんでちょこっとだけ在庫があったやつを買ってきていますの で一応この動画説明欄に商品ページを貼っておきますけども、まあ、クリックして、なかったら申し訳ないです。謎頃までお待ちください。それぐらいちょっと物が今ない状態になっているという情報を皆様にお届けいたしました。次に紹介するのがアダストさんです。でアダストさんからはですね、ヤジロベの小型サイズが出ます。でこれ小型って言ってもですね 19g とかあるみたいなので、平均的な釣りから考えたらパワータックルを使うことになるナマズアングラーの皆様にとって非常に嬉しいんじゃないでしょうか。さらにこの小型のヤジロベっていうのが小さくなっただけではなくて羽の形状が変わってます。でこれによってさらに水かみが良くなったりとか、さらにゆっくり巻いても対応できるというふうになっています。でこの羽なんですけども、形が違って動きが違うスペアパーツっていうのもリリースされるそうです。ですから先にヤジロベを持っている方は羽だけを変えて動きを変えて楽しむことができるようになっています。他にアダスタさんで気になったのはヨーロッパで賞を勝ち取ったっていうウェイクベイト系のルアーがあります。でこれがですね、リップのこの曲がれ目の部分に膨らみをつけることによって強度を上げたりとかですね、あとは形状とか角度を考えているので障害物回避能力がすごい高いっていうふうにおっしゃっていました。でこのリップ金属なんですけども、アルミを使っているのですごい軽いと。で軽くてどうしても本当の硬い金属に比べたら強度は下がるんですけども、先ほど紹介したみたいに強度が強くなる工夫がしてあるということですね。ですから軽さと強度というのを両立していると、そういった部分がヨーロッパでも評価されたんじゃないかなというふうに思われます。でこれボディを振って音を鳴らしてみたんですけども、かなりいいです。でウェイクベイトらしいテーブルターンもできますし、タナ巻きでデッドスローにもファーストリトリーブにも対応しています。でカラーなんですけども、この一見真っ黒に見えるカラーが光に透かすとこうタイガーみたいに線がついています。でこのカラーがかなりこだわりの色だというふうにメーカーさんはおっしゃっていました。でさらにアダスタさんからは力を入れているというジョイントルアーもあります。でこれはですね、付属でブレードとプロペラがついています。でブレードの方をつけるとビッグバドみたいな千鳥足アクションになって、でプロペラの方をつけるとスプラッシュ系の動きになるというふうに話していました。でこれはお買い上げいただいた時にパッケージの中に詳しい説明も載っているということなので、安心して使うことができるという感じになっていますね。次に紹介するのがシグナルさんです。でシグナルさんからはおなじみのリザードクローラーの細長い形状のバージョンが登場します。でさらにですね、15インチっていうかなり大きいジャイアントベイトが出ます。でこれはですね、こんな感じでかなりリアルな色の付き方をしています。期待できますね。最後に紹介するのは釣り人社さんです。で釣り人社さんなんですけども、パワーオブスネークヘッドの新しい方ですね、第2弾の方ですの在庫ですね。ここら辺はもうないかなというふうに思っていたんですけども、営業さんに聞いたらまだ在庫があるということでした。ということで注文してありますので、興味がある方はチェックしてみてください。
このような感じで10社のメーカーさんの最新情報を皆様にお届けすることができました。で、この冬の時期というのはこれからも大阪のフィッシングショーだとか、フィッシングショーでは得られない最新情報だとか、でその後も名古屋キープキャストがあったりとか、その後も問屋さんの見本市などもありますので、最新情報をお届けする機会がたくさんありますので、これからもお楽しみに。